木村のリングに上げて対戦 <laughs> あのするつもりでしたけど佐々木原社長がリング上げんなということだったのでなんと,とも言えないですね、はい、ちょっと展望なくなっちゃいました。はい、<laughs> 伏線回収がしたかったが大きいですよね、K1 で僕スーパーライト級のチャンピオンベルトを持ってたんですけどその時にこのベルトを防衛戦を最後に木村稔と戦いたいというので僕、そこの試合で負けちゃって。 で、できなかったんですよ。でそれを結構僕の中でもあの心残りというかやり残したことではあったんでで、それを rizin で見せれたらな盛り上がれるなっていうのがあって、やっぱりその面白い試合を提供したいっていうところがあったんですけど。っていうのがこだわってた理由ではありますね。はい、いや、知らなかったですけど、あいつメンタルどうなってるんですか？マジで俺びっくりしたんですけど、普通に上抜いてなんか話してたじゃないですか？すごいっすよね。あれ、目分け通すですね。ちょっとあのメンタルはい。 選手脱いだじゃないですか、あのボディ見てどう思いましたか <laughs> ステロイドですね、<laughs> ステロイドやなと思いましたね、やっぱりでかすぎませんあれ、びっくりしたす、実に、はい、まだ抜けてなさそうな感じですかいや、まだ抜け、まあ、今、さすがに、いやどうなんやでもあいつメンタルバグってるからな、まだ取ってるかもしれないですね、あれ。はい 僕としては別にど本当どっ,ちでもどっちでもいいっていうぐらいの気持ちではあるんです,ですよ、うん、だから、まあ、うん、やりたいですけどね本心は、はい、<ー>そうですね、まあ、本当の理想で言えば KO で倒してそのままリングに上げてみんなに謝罪させてでそのまま対戦をするっていう、はい、のが理想だったんですけど、はい、そういういとこですなるほどじゃあ反応としてはもうちょっとこうし,しおれた感じというか。ちょっとこう 潮らしい感じで反応してくるのかなと予想されてましたなんかちょっと彼の反応は予想外だったって感じですか。潮らしいってとこですか。もうちょっとしゅんとしてるかな。あ、木村がですか。はい、あ、そうですね。あいつ振り切ってましたね。<laughs> びっくりしたすマジで。何回も言うけどびっくりしたい。マジかと思って。予想予想してた反応,はど反応いやあいあ,あの木村の反応はもうベスト百点あいつあいつ百点はい百点叩き出したす。はい。やっぱ相原社長とその会場の雰囲気的にやっぱまたチャンかなみたいな。 ありがとうございます。はい